すすきの200スタートしてます。前方に車輪のちんこいのがずらっと並ってちょっと嬉しいですね。今日一日安全に何もこともなく完全燃焼したいと思います。PC1 に到着です。証券者部隊もね、続々と入ってきてまして、皆さん順調に走ってらっしゃるようです。初めての200という人もいらっしゃるんですけど、なんか心強いなとかいう感じがします。で、あのおむすびクラブが、到着しまして、この乗り玉3号がもうびっくりするぐらい速くて、今回のブルベの話題を独占しておりますね。今定山渓というところから浅利峠の方に向かっています。例年よりちょっと遅いけど紅葉が始まってまして、北海道で自転車に乗るという喜びの頂きの一つだと思います。浅利峠に無事に到着しました。実は上り坂なのに向かい風というなかなかにタフなでしたけど、まあ非常に楽しく登ることができまして、おかげでちょっと足がつりそうです。まあちょっと下りでね、また休めながら、PC1 で補給したいと思います。PC2 ですね。熱田の平成コーマートにやってまいりました。ブロンプトンの軍団もあそこにこうザラッと並んでますね。皆さん調子はどうですか？大丈夫ですか？あのもう関係各所で話題沸騰の乗り玉3号絶好調です。頑張ってください。PC2 を出まして PC3 に向かって最後の上り、峠が2つあって新種のつもりの田園地帯に向かっています。若干押し風気味なのでちょっと期待しちゃうけど、まあ山の中ですからね、どうなりますか、楽しみです。最後の難所の峠を越えまして、今新種のつもりに向けて走っております。去年はですね、このねすごい夕焼けの美しい景色の中を4人だったかなで並んで走りまして、土手にね自転車の影が綺麗に映ったりするのがすごい印象的だったんですけど、今年は一人ぼっちで走っております。これもねまたそのブルベというかね、これのまあ醍醐味の一つで、基本的にね誰も助けてくれないんですよね。でそこを一人でなんとかするというところに、まあ自転車に乗る人間としての進歩があるわけであって、今からそれをしっかり楽しみたいと思います。PC3 でね日もとっぷりと暮れまして、これからナイトライドで札幌に夜のすすきのに向かいます。まあ、すすきの200と言われるゆえですね。おむすびクラブも順調に走ってくれてるようで、どうですか、あと40キロぐらいだけどもう楽勝、頑張ります。 OK です。でブロンプトン部隊がですねちょうど2名 DNF が出るという、本当にねブルベ中は何が起きるか分かりませんねみたいな話はしてるんですけども、本当にそうだなと思います。であと2名ね、時間に間に合うかどうかちょっとギリギリたいという感じで、それ間に合わなければまた DNF というふうになってしまうので、まあここがブルベの醍醐味ですね。生還した人たちはちゃんと無事故で戻れるようにしたいなと思います。いらっしゃい、頑張ってください、最後。
幾多の苦難を乗り越えて豊平、懐かしの豊平サイクリングロードに戻ってまいりました。何回ねグルメに参加してもこのひとときはなんていうんですかね、いろんなもんが脳みそに溜まったもんが溶け出していくような喜びに包まれます。今回はねやっぱ参加人数も増えた分だけやっぱいろんなドラマがありまして、本当にねそれにたくましく立ち向かう皆さんになんか大事なことを教わった気がいたします。ね、こういう取り組みを続けられるように引き続きね、自転車の方も商売の方も頑張ってまいりたいと思います。お疲れ様です。どこへ歩いてるか。